2018年度演舞桃源郷は世に疲れ心に傷を負った旅人の物語となっております。そんな旅人がたどり着いたのはよもびこが拠点とする神戸市が誇る有馬温泉。旅人は有馬の地で何を感じ何を思うのか精一杯演舞させていただきます。ご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではいつだろうか、この国が心を失ったのは。かつて人に裏切られ絶望に染まる、世を離れどこか遠く遠くへと。山人笑顔で撤収。
がとうございました。ありがとうございました。神戸大学よさこいチーム山彦の皆さんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。さて続きましては魚崎ゆいまいの皆さんです。